ウィリアム・ジョン・バーンズは、アメリカ合衆国ジョージア州国部軍、マリエッタ出身の元プロ野球選手、宇藤良だ。2008年の MLB ドラフト16巡目で、アトランタブレーブスから指名されたが、マーサー大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト32巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加の a オーバーダブルデイズで、プロデビュー。 32試合に出場して打率、262、1本塁打18打点、13盗塁の成績を残した。2012年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーし、113試合に出場して打率、322、41打点、38盗塁の成績を残した。2013年は A 級ポトマックナショナルズでプレーし、 91試合に出場して打率、312、29打点、54盗塁の成績を残した。8月2日に A q ハリスバーグセネターズへ昇格、30試合に出場して打率、325、8打点、20盗塁の成績を残した。マイナー全日程終了後の9月13日には、ナショナルズのマイナー最優秀選手に選ばれた。 2013年12月11日にジェリー・ブレビンスとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2014年は A q ミッドランド・ロックハウンズで開幕を迎え91試合に出場。打率250.1本塁打23打点51盗塁だった。7月28日にクレーグ・ジェントリーが故障者リスト入りしたため、 アスレチックスとメジャー契約を結び、同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。9回表に代打として出場したが、右直に終わった。2015年、メジャー2年目にして、中堅守のレギュラーの座を獲得。125試合に出場し、規定打席に到達した。打率、294、5本塁打、42打点という成績を残した。また、九三塁打は、 リーグ6位、対、26盗塁は、同3位タイだった。2016年は73試合の出場で打率、234、12打点、14盗塁だった。2016年7月30日に、ブレッド・アイブナーとのトレードで、カンザス・シテロイヤルズへ移籍した。合計97試合の出場で打率、235、13打点、17盗塁だった。 2018年2月28日にルーカス・ドゥーダの加入に伴って戦力外となり3月4日にマイナー契約で参加のトリプル A 級をマハストームチェイサーズへ配属された11月2日に FA となった2019年1月3日ニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった11月4日に FA となった。このシーズン限りで現役を引退し、以後は不動産関係の仕事についている。ありがとうございます。